奈良市の市長の宮本大輔です1月11日木曜日午前11時現在のお知らせです第298回目の発信ですはじめに1月1日に発生した能登半島地震により亡くなられた方への哀悼と行方不明者の安全をお祈りするとともに被災された方々やご家族など関わるすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます 現在、本市も千葉県の一員として、石川県鈴市への対抗支援として、明日から職員2名を派遣いたします。このほか準備を進めております。さらに、奈良市の市内の市営住宅を希望される被災者の方に無料で提供いたします。また、日本赤十字社を通じての義援金も受け付けております。 税額控除の対象とすることもできますのでご協力をお願いいたします市役所の庁舎内にも募金箱も設置しておりますなお物品支援や災害現場での支援などを希望する方は必ず石川県のホームページなどで詳細をよくご確認の上被災地での対策の妨げにならないよう慎重な行動をお願いいたします 改めまして、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。この動画は、平日の水曜日または木曜日に発信しております。字幕が出る設定にできます。概要欄の時間表示をクリックしますと、その部分からご覧になれます。内容の詳細、関連情報についてリンクを掲載しております。コメントも書き込めます。お寄せいただいている皆様、いつもありがとうございます。 なお、回答が必要なお問い合わせ、ご質問につきましては市役所ホームページから視聴メールなどをご利用くださいぜひ、この動画の内容を周りの方に広めるなど積極的にご活用ください奈良市の市公式 YouTube チャンネルへの登録も積極的にお願いいたしますはじめに、年末年始の私が出席・参観させていただいた主なイベントなどをご紹介いたします まずはじめにこちらですけども12月30日土曜日の茜浜の夕日です実際に行って撮影いたしました私が撮影いたしました本来は大晦日の夕日を取りに行きたかったのですが天気が悪そうだったので1日前となりました時間は4時35分くらい日の入りの時間です これが昨年撮影できた最後の日の入りだったようであります関東富士見百景にもなっている茜浜のまさに茜色の夕日は絶景ですすぐ隣に富士山のシルエットが実際はもっと大きく見えます 今は空気が乾燥しているのでとてもクリアに見える上風が吹いても北寄りということで海水面がとても穏やかで時に鏡のようになることもあります本当に綺麗なのでぜひ体験してみていただきたいと思います最近では大晦日の日の入りを今年の感謝を込めて手を合わせて見送る方も増えていますそしてこちらの画像は 同じように見えますすすけどもこちらは初日の出の出画像でで元旦です私は毎年住所がある屋敷地区の天津神社で年を越し帰宅して寝たあと朝は妻の実家があります藤崎地区の小安神社から朝6時50分ごろ初日の出を拝みます。 その後、菊田神社新津田沼の伊東洋華堂の南側にある八坂神社八つ小学校の南側付近にある仁羽神社鷺沼地区の根神社と八劔神社を回りまして京葉道路幕張インター入口の上の高台からこのような富士山を拝んで一度帰宅しそして朝食を挟んで大久保地区にある近田八幡神社の最短祭 そして三茂地区にある大原神社の祭壇祭にそれぞれ出席させていただいてこの日のうちに市内各神社への参拝をいたします今年は例年に比べて年越しから午前中まで暖かく感じるほどに寒さは厳しくなかったですそしてコロナ禍前に比べても今年は大変多くの人が街を歩いているなという印象でしたとても高揚感がありましたが まあ夕方の地震、そしてその翌日の飛行機事故と続きました。かなりの衝撃を受けました。えそして1月4日に市役所は仕事始めでしたけれども、今年も年末年始の閉庁日が6日間。 となっており前後に会長日を挟んで土日や連休がありましたので働き方改革の一環として休暇の選択肢を広げる意味で仕事納めや仕事始めは単体では実施しない形をとりました。 官庁は一般的に国も県も12月29日から1月3日まで休庁となっておりますけれども、まあ、民間も含めましてその運用は様々で市の職員も消防職員やガスや水道の保安にあたる企業局の職員は24時間年中無休。 そして年末のゴミ収集業務に従事する職員は年末まで勤務しております今後も市民サービスと休みのあり方について検討してまいります次にこちらは1月5日金曜日に東京千駄ヶ谷にあります東京体育館で開催されました第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会通称春高バレーに出場した七篠高校男子バレーボール部の様子です 先月下旬の男子バスケットボール部のウインターカップ出場に続きまして今度は新年の東京体育館となりますここ17年にわたってもはや恒例行事恒例の新年行事のようなバレーボールの応援ということになりますがとても幸せな気分ですこの日の対戦は滋賀県の大見高校との対戦でセットカウント2対0で解消しました なお同じ日の午前中女子バレーボール部も勝ちまして吹奏楽部とバトン部が両校の応援を掛け持ちリードする応援スタンドは今年も絶好調という感じでした次にこちらは1月6日土曜日にみもみコミュニティホールで開催された東奈良市の連合町会社会福祉協議会東奈良市の支部合同の新春菓子交換会の様子です 東奈良市の連合町会の年始の恒例行事となっている交換会ですけどもみもみコミュニティホール全館を貸し切って開催されました東奈良市の連合町会、そして社会福祉協議会東奈良市の支部地域の公共交通機関やあそれぞれの企業の皆さんも参加されまして4年ぶりの喜びと今年の結束を共有していました 次にこちらは、秋津にあります障害福祉サービス事業所、花の実園内で開催されました2024秋津新春交流会の様子です。 こちらもコロナ禍によって4年ぶりの新年交流会ということでしたけれども地域の方はもちろんのこと花の実園の関係者の皆さんそして本市を本拠地として活躍する社会人アメリカンフットボールチームオービック・シーガルズの皆さんも参加しておりまして大いににぎわっておりました。 次にこちらはその後、前日に続いて東京体育館にて勝ち進んだ奈良市の高校女子バレーボール部の対戦の応援に訪れた様子です女子は38年ぶりの出場ということで今回は静岡県富士見高校との対戦でありました 残念ながら惜しくも敗れてしまいこの前の時間に行われました男子とともに3回戦敗退となりましたが最後まで全力を尽くした選手のプレーは私たちの心に強い勇気と感動を与えました3年生とその保護者の皆さん大変にお疲れ様でした新年早々に東京体育館にお集まりいただき応援していただいたファンの皆さん ありがとうございました。バレーボール部の皆さん、来年こそ全国優勝を果たしましょう。次にこちらは1月8日月曜日、成人の日に幕張メッセ国際会議場にて開催されました。令和6年20歳の門出式の様子です。令和4年4月から青年年齢が18歳に引き下げられましたが、奈良市の市を含む県内全ての市町村では20歳。 20歳を対象に式典を開催しておりますえ今回は例年会場として利用してきた奈良市の文化ホールが長期休館に入っているため幕張メッセ国際会議場コンベンションホールでの開催となりましたえ今回奈良市の市では新たに2009人が20歳を迎えました 当日の式には過去20年間で最多の1233人の方にご参加いただきました会場では主に中学卒業以来5年ぶりの再会を満喫していたようです開会に先立ち能登半島地震に関して黙祷を行いその後私からは式辞として二十歳の門出に際した期待を述べさせていただきそして出席者を代表して2名から 学生生活ではコロナ禍で修学旅行や部活動が制限されたが制限を乗り越えてつながりの大切さ仲間の存在の大きさを実感することができたまた世界でさまざまな問題がある中で個人ができることは限られている多様化・情報化が進む社会の中で立ち止まることもあるが信念を大切に一人じゃないことを忘れずに進んでいきたい とといいったたが述べられてても頼も頼しししくそして感動いたしましたまた式典終了後に開催された20歳を祝う集いでは習志野高校吹奏楽部の演奏や各中学校の制服やジャージを着用したダンスなどで会場が盛り上がりました。 学校大抗で行われた懐かしの問題では当時の恩師がクイズの答えとお祝いを述べるビデオメッセージが流れるなど会場全体がとても温かい雰囲気で私たちも若さや元気をいただきましたまた今回4年ぶりに結成された各中学校を卒業した10人の実行委員の皆さんは9月から毎月会議に出席していただき企画運営にご協力いただきました 常に支えていただいている青少年健全育成に関わる各団体の大人の皆様も含め、開催にご協力いただいた皆様、大変にありがとうございました。20歳の皆さんのこれからの絶大なる活躍を心から楽しみにしております。 そしてこちらは1月10日水曜日に海浜幕張にありますホテル・ザ・マンハッタンで開催された習志野市新春菓子交換会の様子です習志野市、習志野商工会議所習志野市社会福祉協議会合同で開催しました 今回は先ほどもあったように奈良市の文化ホールが長期休館となっていることから海浜幕張にあるホテル・ザ・マンハッタンが会場で開会に先立ち能登半島地震被災地に向けた黙祷を行った後開会いたしました会費制で実施されましたので簡単なお食事とお飲み物福引き抽選会などのイベントも行われました 地元選出の国会議員、県議会議員の皆様、市議会の議長、副議長をはじめ、都市間交流団体や本市に関係するそれぞれの皆様、各分野で顕著に活躍されている奈良市の市にゆかりのある方々など、509名の皆様にご出席いただきました。本年、市政70周年を迎える奈良市の市をみんなで盛り上げようと結束しました。ご出席、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 以上主なイベントの紹介でした続いては本日のサムネイル奏でよう未来へ70令和6年の奈良篠市についてご紹介いたします本年8月1日に奈良篠市は市政施行70周年を迎えます そのキャッチフレーズを「奏でよう未来へ70」として先人たちから受け継いだ豊かさをオーケストラのような調和と響きで未来につなぐという思いで記念すべき年を紡いでまいります。 また1月10日水曜日に行われました習志野市新春菓子交換会にて市政施行70周年を記念したロゴマークを決定しそれをお披露目させていただきましたそれがこちら先ほどから皆さん気になっていたかと思います習志野市の木でありますアカシアと花であるアジサイをあしらったリースの中に音符をモチーフとした70年を包みながら 未来に向けて響く軽やかなメロディーとハーモニーを連想させるデザインとなっております4月1日から始まる令和6年度は様々な記念事業を予定しておりますのでご注目くださいまちづくりの主役はいつでも市民の皆さんです一つ一つ乗り越えて本心の特徴である親密度と結束力はますます高まっていると思っています 将来に向けてさらなる豊かさを育みさらに充実した暮らしの確立に向けてそして平和をリードしながら今年も進んでまいります最後に次回の発信までに実施される主なイベントをご紹介いたします 昨日1月10日水曜日から14日日曜日までは JR 津田沼駅南側にあります森師谷津田沼4階の森シアホールにて第58回修備会新春展が開催されます。 この展覧会は、来場された方がそれぞれ審査員となりまして、そこで渡されます投票用紙に、秀逸な作品の番号を記入して投票していただき、その結果に基づいて、1月14日日曜日に優秀な作品が表彰されるという形、運営方法であります。 面白いそして秀逸そしてかつ目の保養となります作品がたくさん展示されておりますのでぜひ皆さん新春のお出かけとしてご期待いただければと思いますそして1月14日日曜日には奈良市の市役所駐車場にて奈良市の市消防出初め式が開催されますこの消防出初式には消防職員と 仕事を持ちながら地域の消防になっていただいている消防団の皆さんが出席いたしますえ今年は昨年末に消防庁舎の隣に竣工いたしました団地を模したあ訓練棟のお披露目も兼ねての開催となりますえ出初め式は9時半からそして11時から訓練棟のお披露目式を予定しております ぜひ最新設備とそして今年の奈良市の消防行政の結束力にご期待ください本日のお知らせは以上となります次回は1月17日水曜日の発信となります今年は奈良市の市70周年となりますそして江戸は達です飛躍の1年となるよう一緒に上昇していきましょう